おはようございます。速化塾の小部です。 いやーやっぱりね時代を変える一日ってのはあるもんですよね昨日のことなんですけども2つの大きな報道がありました1つはカルロス・ゴーンさんの、まあ、声明ですよねこちらの方もかなり、えー、あの世界各国が興味を持って見ていたんで報道陣の数すごかったですよねそしてもう1つがですねイラク・アメリカ情勢でございますこちらの方はもう直接的に世界中の原油価格とか先物価格に反映されてきまして金の価格なんてグッと上がったりねそれからビットコインですよね皆さんもう忘れるかもしれません ビットコインの価格もギュッと上がったわけですよ私たまたまビットコインの方を去年買わなくちゃいけない時があってですねこう置いといたんですけどもちょっと漁夫の利を得たというかねちょっとだけ利益を出させていただいたということになりますけどもこういうふうに世の中が動くたんびにいろんなものがね相場お金っていうのが動いていきますそして話題っていうのがどんどん変わっていってアクセスが集まる場所も変わってくるんですよでここで私が何が言いたいかってことなんですけどもこの2020年っていうのは日本にとってものすごくね 不幸ににななるる始まりののスタートの年になるんですよどんなことが起きるかっていうとまあリストラはね去年あの有料企業の中でも黒字企業の中でも1万人ぐらい起きてるわけですよ1万人っていうとリーマンショックと同じレベルで起きてるってことですで正社員のリストラが1万人起きてるってことは何を意味するかっていうと黒字が出てる会社でももうね社員を維持できないってことなんですよ で通常でしたら黒字を出してくれるような社員っていうのは会社にいてほしいんですけどもでも今回は黒字だったけどもこれからはどうなるかわからないってことなんで景気のいい時にン出しておきたいんですよそれは退職金も多めに払えるしそれから今景気がいいから他に転職先もあるよってことでどん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 出していくんですよねそういった怖いことが起きてるわけなんですよ当然転職先には他の転職を探している方もいらっしゃるんですよということは有料企業からいわゆるね言い方悪いですけどあぶれてきた人がどっか他のところにね 転職しようと思った時にその転職先にまた人が集中するってことになって結局は順番に押し出される人が量産されるっていう事態になってきますえそしてオリンピックですよね9月になると2020年の9月になるともうオリンピックは終了してるんですよさあオリンピック特需どういうふうになるでしょうかいやそもそもオリンピックって本当に開催されるんでしょうか本当にねこのカルロスゴーンさんをはじめ こういうい風なね日本の不祥事がどん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 明らかになって IR ですとかねオリンピックの不正とか、うん、それから賄賂の受け取りとかこういうのがある中で果たしてね日本で何の平和の祭典をしてくれるのかなオリンピックをしてくれるなってくることになってくるわけなんですよ。うんまあ、そういうことをいろいろ考えてくると今回ね結論として申し上げたいのはこの日本がもしねダメになってしまった時世界の情勢が乱れに見えられまくった時に私たちは何で正規を立てるんですかってことなんですよ。 ネットワークビジネスの商品も止まっちゃいますし当然ですけど皆さんがお勤めの会社給料がちゃんと払われるかどうか分かりませんプラスですね原油高騰してあらゆるものの物価が高くなったらもう買えなくなっちゃうんですよじゃあ収入源どこに求めるんですかってことになりますけども私はズバリ1点 FX にその答えがあると思ってるんですよ FX ってのは世の中の相場が変われば変わるほど FX の相場も変わっていくんですよ当たり前ですけどね。ということは FX できちんと利益を上げるスキルさえ身につけておけば例えばガソリンが値上がりしましたって言っても FX の方で値上がりした分だけ利益を取ることができるんで結局は相殺できるわけなんですよね。ということで FX ってのが最強だなと思っております FX というのは世界中でもできますスマホでできます本当にインターネットの環境があればあとは頭だけなんですよ。もうね あの仕入れも必要ないですし人も必要ないですしたった一人で利益を上げ続けて無敵の環境が作れるのはこの FX ではないかなというふうに思いますで今回ねトランプさんの声明があったりとかカルロス・ゴーンさんのことがあって、まあ、主にはトランプさんのことなんですけどもね FX ってのが本当に素晴らしいなというふうに今回思いましたね FX を身につけるのに私は3年かかりましたけどもでも3年かかって身につけてよかったなと思うのが今日の感想ですよね、えー、非常にね不謹慎な部分もあると思います 世の中で戦争が起きたりとかね不幸が起きた時に相場が動くその相場に乗っかって自分が儲けようっていうのはある意味不謹慎なんだと思いますけどもただねここで一つね本当に恐ろしいことに気づきましたもしかしたらこの FX の相場で利益を取るがゆえに世の中の事件っていうのは演出されてるんではないかってことですよ皆さんがどう思うかまた意見を聞かせていただければと思いますそれでは失礼します